約束した。家に顔出した。だから、なのに、せっかく父さんも母さんも僕のこと、なんで、だから、なんでこんなバカな。母さん、父さん、危ないよ。早く逃げないと。僕は動けないみたいだし、先に父さん、早く母さんを。何してるんだよ、何やってるんだよ。早く。そんなところで寝転んでないで、早く逃げろよ。逃げてくれよ。動けよ。動いてふざけてないで。だからお願いだ、父さん、母さん。嫌だよ、頼むから。ウェイル、リン、大丈夫か？生きてるんだな。リン、ウェル、今そっちに行くから待ってろ。な、もしあの時の現場に誰か傍観者がいたとすれば、それはきっとひどく滑稽な場面に見えたことだろう。俺はすでにあの時衝撃で脳の一部を傷つけていて、立って歩くことができなくなっていた。俺は必死にウェイルンのところに駆け寄っているつもりだったが、実際には死にかけの虫みたいに手足をばたつかせて、じりじりと情けないくらいにゆっくりと張っていただけだった。くそ、なんでだ、なんでこんな。リン、冷たい寒いの、先生。しっかりしろ、リン、ウェル、ウェル。今行くからな。でも言えたよ、先生。ダメだ、眠っちゃダメだ、ウェル、お願いだ。頼む、絶対に寝るな、ウェル。うん、寝ないよ、私。先生のお願いなら頑張れるから。ああ、頑張れウェル、助かるぞ、助けてやるからな、絶対だ、ウェル。そうだ、かけてもいい。先生が かけるなんて。おかしいの、先生。おかしくない、
僕は賭け事が嫌いだからな。勝てるかどうかわからないものに賭けたりしない。絶対勝てると思うから僕は。ああ、もちろんだ。キスだって何だってかけるぞ。私が負けたらキスしてあげるよ。なんだそれ、賭けになってないぞウェル。本当にバカな話だ。ろくに歩くこともできない怪我人が、医学の専門知識もない素人がそばに行けたからといって何ができただろう。死にかけたウェールに、俺の生徒に何をしてやれただろう。だがそんな当たり前のことすらあの時の俺は気づいていなくて、ただ彼女のところにたどり着ければ彼女を救えるのだと何の根拠もないままに信じていた。とにかく頑張るんだ。お前は助かる。助かればキスだって何だってできる。だから。でもちょっと暗くて。ウェル、眠るな、眠らないでくれ。僕は。約束しただろう。行かないでくれ。僕はまだ君を。ウェール、行くな。結局俺はウェールの手を握ってやることすらできなかった。何もできなかった。これより先、俺の心に怒りと恨み以外はいらない。他のものを抱える余地などない。俺はこれから復讐のためにのみ稼働する機械の一部になる。そう、シュラの心臓、カルネージハートに。もう少しだ、もう少しだけ待っていてくれ。仇は必ず取る。